本郷谷賢治は、日本の政治家。千葉県松戸市長。元松戸市議会議員。愛知県は愛知郡鳴美町を生まれ。愛知学芸大学附属岡崎中学校。愛知県立朝日川加高等学校。東京大学経済学部卒業。新日本製鉄に就職。50歳の時に、新日本製鉄を退職。会計学の勉強を開始し、ミス監査法人で、 公会計を担当した。また、中央青山監査法人で行政コンサルタントとして行財政改革に携わった。2006年6月18日に行われた松戸市長選挙に立候補。現職の河合敏久、前市議の中田系昭和市研究家の林地勝ら系4人の戦いとなったこの年の選挙では、時点で落選。 同年11月の松戸市議会議員選挙に立候補し初当選。2010年6月13日に行われた松戸市長選挙に民主党の推薦を得て再挑戦。現職の河合敏久ら4候補を破り初当選した。2014年の市長選で現職の河合敏久ら3候補を破り再選。2018年の市長選で現職の河合敏久の次男で 元県議の河合智則ら3候補を破り、参戦。ありがとうございます。